はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今回の How to do はこうバラを入れたアレンジメントを紹介していきたいと思います。こうバラというとね、すごくこう華やかなイメージとかあると思うんですが、今回はちょっと違った趣向のバラアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではアレンジメントを始めていきます。まずこのピタハヤですね、ピタハヤというバラを入れていきます。はい、次にこの見せバヤを入れていきますね。はい、次にこのスカビオサのグリーンナップルを入れていきます。スカビオサのグリーンナップルが入りました。はい、次にこの複色のね、このスプレーバラを入れていきます。はい、こちらのこのね、複色のスプレーバラが入れ終わりました。はい、ここで次にこのちょっと長めの見せ場屋をアレンジに入れていきます。はい、では次にこの導弾筋を入れて動きを出していきます。導弾筋はこのように入れていくとさらっとね、動きが出てきます。はい、導弾筋が入りました。こちらで完成となります。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。今回はね、バラを中心としたアレンジメントということで、まあ、こういうアレンジを作ってみましたけれども、まあ、バラっていうとなんか皆さんには多分華やかなイメージがあると思うんですが、まあ、こういうね、こう、なんつうのかな、清涼感あふれるというか、なんか爽やかなバラのイメージもあります。まあ、種類もね、いろいろとありますから、その用途に合わせてアレンジしてもらえたらいいと思うんですけれども、まあ、もちろんね、こう赤とかピンクとか華やかな色を使っていけば華やかな色にはなっていきます。黄色オレンジ系を使っていけばこう元気が出るようなビタミンカラーのアレンジにもなっていきます。またこういう爽やか系のアレンジにも仕上げることもできます。ぜひ皆さんの用途に合わせてバラのアレンジを作ってみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time。アレンジ、この系統のアレンジは難しいです。ぜひ